さあ、やってまいりました。日本一時帰国のリアル体験談です。日経の LCC で大注目のジップエア。えー、こちらの実態に関して今日はね、迫っていくという現地体験談か,、えー、からのまあ報告をね、入させてもらいます。でなんで LCC かというと、 年有代まあ一応今回下がったとはいえですねまだ高止まりというね中で寝頃な選択肢がどちらでしょうかというお話なんですけども、まあ、欧米だとねだとか往復してしまうと もう10万円近くかかってしまうというね状況がまだ続いておりますので、えー、今日はまず結論ですよねあのー、まあ日系の LCC で国際線それなりに飛んでるこの選択肢というとまあもう一択になるのかもしれませんジップエアですよねこれ片道の公式料金案内が出ているわけでして、まあ、スタンダードな座席ですと、えー、ロサンゼルス行きですよね成田からロスに飛ぶと片道でね これなんと3万7千円からチケットは販売出てるということで、まあもちろんダイナミックプライシングなので、 あの日付によってはですねもう全然高いという日もあるんだけどもやっぱり他のエアラインから見てもだいぶ寝頃なジップエアのね価格になっていますから注目されている方も多いんじゃないでしょうかそしてえっとソウル行きですと片道1万1660円というですねまあメリットといえば燃油サーチャージこれ込みの料金ですからねこの価格ですよだからねあの直近の JAL がまあ下がったとはいえ燃油代まだ高いですから この料金、燃油代以下で、実はですね、飛べてしまう、チケットが買えてしまうという、ちょっとあべこべな状況にもなってしまっているというわけなんですけども、このデメリットはないのか、これがね、気になってくるわけですよ。例えば、予約の変更ができなかったりですとか、あと、払い戻し負荷ですから、もうこれに尽きるんじゃないかなと。 思いますよ、ね、でそのほかに関してももう見えない特徴がいくつかありますから今日のお話はあの韓国在住のえマリー・ケイさんという方がですね日本に一時帰国をもう実際直近でされたということであのかなり具体的な体験談をいただきましたこんな流れでねえこれから日本へのご帰国を予定されてる方あーだいぶ参考になる情報をね頂い,いているかと思います。空港チェックインののお話具体的な手続き、ね、どこの注意ポイントの なののかかでああったりだとかあとは成田空港の入国えそしてインチョンにソウルに、ね、戻る時にどうだったのかえこの辺りの実体験に加えましてえ逆海外旅行保険ねこの方もねかけられたということで、えー、それどのようなプランだったのかについてもあの触れていきたいと思います。 でジップエアに関しては、いろんなと、結構いろんな路線あるんですよね。特に、まあ、北米の路線ですと、ロサンゼルスとあとサンノゼが最近追加されましたよね。あとハワイ、ホノルルも行けますから、だいぶ寝頃な価格で、ジップエア一択って感じかもしれませんね。格安で行くとしたらですね。 あとはシンガポールだとかバンコク、そしてお近くのね、ソウルということで選択肢があるわけですけども、あのー、マリ・ケイさん、韓国在住の視聴者さんですけど、こんなスペックというかね、あの条件の中で、 え、飛ばれたということですね。ご家族3人での渡航だったわけですけども、もえソウルからま東京へ行って、それでまたソウルに戻ったということですねえ。6月29日の購入されたチケットが総額で1。えっ、ー、と11万 5, 円と。 いうことなんですけどこれはですね、もう全部込み込みっていうことでした。大人2人、まあご夫婦と、あとは、あの、お子さんがですね、6歳以下だったということで、これ、あの、だいぶ安いんですよ。あの、定額で決まってるのかな、ジップエアの場合だと、めちゃくちゃ安い子供料金というね、まあ同じ人座席を確保できるということですけど、あの、こんな感じです。で、このうちですね、込み込みの、この11万5千円の込み込みの料金のうち、あの、オプションがですね、約3万八千円分。 あの、かけられてるわけですね。で、まあ、アメニティ二つ、ま、六千ってあるんですけども、この下がね、非常に重要で、サービスパッケージ、バリュー。結構ね、これをかける方が現実的に多いんじゃないかなという気がしますね。あのー、まあ、行き帰りでちょうどね、一人当たり一万円ちょっとみたいな価格。もうこれ韓国人の件数ということですけども、これをやっておくと、預け入れ荷物が、あのー、できたりだと。23 キロまでになるのかなあの荷物を預け入れができたりだとかあとは座席の指定があのできるとこれ何もこれね加入しておかないと座席してできませんからいきなりまあ、中央にねこう配置されてしまっても全然ありえますからはいこのあたりが まあ皆さんね、現実的にあのねつけたいオプションなんじゃなかろうかということでご紹介をねさせてもらいましたけども、それではね、このマリケイさんがどのような体験をされたのかですね、これ非常にリアルな情報をいただきました。まずは空港のチェックインのお話から見てまいりましょう。どうなのかな、ジップエアは。 うん、安かろう、悪かろうなのか、えー、皆さんのね、条件に当てはまるのか見てまいりましょう。えー、韓国在住のマリー・ケイと申します。10月の1日から10日間。 えー、3年と2か月ぶりですね日本に一時帰国をしたのでその時のことで何かお役に立てればと思ってメールをしましたということでねあの、まあ、直前で多分僕のチャンネルの動画をですねあの見てくださった頼ってくださったという方です空港のチェックインはこんな感じですね往復ジップエアを利用しましたインチョンから成田この往復ですねインチョン空港のチェックインカウンターではコロナ前よりも多少時間がかかりましたが スムーズでした。my sos とあと韓 で、えっと、旦那さんがあれか、韓国籍だったということで、ビザの確認だとかね、あの、必要でした。まだ、あの、10月の1日に日本に飛ぶとなったら、ビザ免除がまだギリギリ開いていなかった時期ということもあって、この部分のね、確認に、ま、若干の時間かかったようですね。現在はビザ不要になったので、ま、今後は心配ありません。ビザ発給までにかなりの時間を要して、出発日前日にギリギリで受け取りました。 これ、ね、大変だったんでしょうね。うん えとそれでですねジップエアは現在無料で 7kg までの機内持ち込みですよねだから預け入れに関しては有料オプションなんですよ通常のチケットには付いてないここねポイントというかあの注意点ですよねえー、インチョン空港のカウンターではチェックされませんでしたが帰りの成田空港のカウンターでは荷物持ち込みの際の重量チェックが ありました LCC ではあるあるだと思いますけども 7kg ってねすぐいっぱいになっちゃうとかオーバー。 しますよ僕がね一人旅で行くにしてもね割と数日間の何着替えとあとラップトップとノートパソコンなんかね持ってくともう簡単にね7キロ超えちゃったりするので結構ポケットにねいろいろこうスマホだとか何か入れられるもんは退避させてねえっ、ー、とクリア心みたなんていうこともちょっとね過去思い出しますけども、うん、あのちゃんとチェックされるということですね。そして機内に乗り込んだ後のお話です 無料 w i f i が z ジップエアついてるということでこれまあメリットではあるんだけども。 電波が弱いということなんです。まあ速度が遅いということなんでしょうね。LINE だとかの操縦進程度のことなら問題なくできるので、まあ便利だったとね、えー、マリー K さんおっしゃってもらってますけども、僕もね、いろいろググると、まともに仕事ができるぐらいの速度は、まあなかなかね、あの、出づらいということみたいですね。1Mbps とかもう全然出ないと。数十キロ、数百キロ bps とかになるのかな。まあだいぶですね、遅いと。で、不安定だというご報告もあるので、 であのちょっとこの点心配ですよね多分通常のね JAL の国際線の w i f i と同じような仕掛けを入れてんじゃないかなと思いますあのパナソニックのねあの機内 w i f i サービスだと思いますけどあれね僕もあの使ったことあるんですけど本当に遅くてね仕事ができたもんじゃないみたいな、まあ、タイミングにもよるんですけどねあのそういう,う 経験を僕もしてるんですけどあまりねジップエアの w i f i は、まあ、期待しすぎは、まあ、期待のし,そうです、ね、しすぎは禁物ということかと思いますまた食事以外ではマスクが着用でしたシートピッチは他社の LCC、えー、とあそうですね、えーえー、LCC 以外の他社のエコノミーシートと遜色なく快適に過ごせました若干、まあ、LCC の中では、まあ、ゆったりめだというねお話、えー、ジップエアですよね ただ、結婚になった場合、ジップエアと連絡がつかずに困ってる方々がいたそうで注意が必要だと思いました。これは、ググってみるとね、いくつか口コミが出てまいります、えー。気をつけていきたいですよね。はい、ということで、あの、実際飛んでみてですね、成田空港に行って入国をしていくんですけども、これどんな感じだったのか読み進めてまいりましょう。成田空港で後期後、用事連れなので、 えー、長く歩かされることを心配していましたが歩いた距離はそうでもなかったと思いますただ裏側の通路のような狭い場所を通ったり、えー、短い階段があったりやはり通常とは違いました他の方の情報でもありましたが検疫の案内のスタッフの人数がとても多くて外国人スタッフがほとんどだ,だったような感じでした これは皆さんから聞くコメントですね狭い場所に乗客とスタッフで、えー、雑多な感じになっていて密な状態なので少し心配うんまあ、ちょっと本末転倒なねあの光景を見るのが今の日本入国のおきてじゃないですけどもあるあるですよ。マイ SOS の画面を見せる場面場所で成田空港のフリー w i フ f i 接続に少し手間取ったので事前に準備をしておいたスクリーンショット、ね、QR コードがありますけどもあのこれをですね開いたらスクリーンショットではなくてアプリで見せてくださいと言われたようですねこれもタイミングによるのかな検疫の前辺りでスタッフの方が立ち止まらないで進んでくださいと。 叫んでるんででるすよねスタッフの皆さんがそう、えー、w i f i 接続などの事前準備は後期してすぐ行うといいんじゃないかということですね子連れなので少し疲れましたが大人だけの場合はそれれほどスストレスなく終えられると思います後期から到着ゲートまでにかかった時間が3三4 0分だったということですがまああの一般的なまあそれでもスムーズといって 差し支えないとは思いますけどね、えー、こんな成田入国の体験をされたということですそれではですね日本滞在終わりましてインチョンに戻るというシーンのお話も見てまいりましょうこれは帰りですね、えー、帰りのインチョン空港10月の10日のお話ですここでは検疫の案内スタッフが1名 Q、えーコ,えー、コードをスキャンして同じ窓口で手をかざすーこの検温ですね、えー、体温チェックがあってすぐに終わりました、えー、ということで今現在の韓国入国に関してはあの陰性証明だとか,なんかワクチン接種証明の確認だとかはもう一切ですねこれ撤廃された後だということですので、えー、まあ,あ ほぼね。手続きなく行けるとはああ言えですね。急行動はあまあ、登録があ求められているということですから。あ、これはね注意をしていきたいところです。え、機内で税関申告書類とともに健康チェックの黄色い紙が配られます。急行動を事前準備している場合は？ これが記入が不要。もしですね、急コードがない場合は、この黄色い紙の提出が、ね、必要だったりしますので、え準備が必要ということですね。成田空港と比較をすると、インチョン空港の検疫は非常にスムーズでスピーディーだという印象を受けましたね。ね韓国情報ありがとうございます。それではですね、えこの方が、まあ、あの、 端的に言うとね、スムーズな渡航がこう10月に入った後にはできているということなんですけども、一つ気になるのが一時帰国をされる方ですよね。えー、海外旅行保険を日本への渡航に対してどのようにかければいいのか。 逆海外旅行保険というねえこちらについても補足をいただいていますえこのマリケイさんは東京おもてなしポリシーという31日以内の短期滞在者向けの東京海上日動火災ですねこちらの保険に入,入られたようですこれちょっと見てみましょうか これなんですけど、先日のね、僕の動画でもご紹介をね、これ一部していたりするんですけども、あの、そう、一時帰国の方ですよ。海外在住をずっとね、されている方で、一時帰国用の保険というと、その日本に出、通常であればね、出発する前にその時刻にいるですね。 えー、自国で提供されている保険にあらかじめ加入しておくという考え方がまあ一般だと思いますけどこのですね東京海上日動のっと保険に入ると入るというかその日本に はい、入国した後にも加入ができますからだいぶね手軽に入ることができるとで保険料もそんなにね高くないんですよ一日あたり、まあ、1000円しないぐらいのねに、えー、と日付が伸びるとその分リーズナブルになっていくということで30日かけたとしても1万円いきませんからまあ悪くないんじゃないかなということですこの保険韓国からも申し込みは可能だったんですが本当に帰国できるのか心配だったので、まあ、念のためねこのマリケイさんは日本入国 に加入をしましまた香港中国あと韓国在住で心配な方は入国の前日までに保険の申し込みをすると良いいと思いますここね1個ポイントなんですけどもどうやらこのねえ、えー、と東京海上日動の保険に関してはですね 日本到着後に日本の回線を使うことで申し込みができるようですのであのアメリカだとか、ね、ヨーロッパ圏だとかここに書いてない地域からの申し込みがどうやらできないようなんでね日本かもしくは香港中国そして韓国であれば国内での申し込みができるということなのでこの点はね一つ注意ポイントということですね。 事前に保険代理店に問い合わせをしたところ新型コロナによるホテルの延泊に関しても保険でカバーができるそうです。待機もコロナの治療とみなされるという、ねえー、ことで、えー、よろしいみたいですね、えー。韓国では国籍を有する国二重国籍者を含むということですけども、えー、この、えー、海外旅行保険を扱う保険会社がほぼなくて、まあ、かろうじて一社あるみたいなんですが。 まあこれも制約があったりしてね。うん。コロナ以前は一時帰国の時に入れる保険がなくて困っていました。おそらくこの東京会場の保険は東京オリンピックの頃にできた保険ではないかと思います。まあ確かにね、このページ作成されたのが2021年の10月とかなので、まあ多分確かにね、オリンピックに合わせたのかもしれませんね。うん。外国人向けなような 雰囲気ではあるんだけども国籍は問わないようなので私のようなあ海外在住者日本人でも加入ができました以前一時帰国の際に実家の市でね、えー、っと住民登録をしようとまあ、だから日本に住,住居をですね移すことを試み たみたいなんですけど1年以上居住を予定していない場合はできないんだと断られてしまった結果数週間は無保険だったので不安だった記憶があります長くなりましたが今回の一時帰国はこのような感じでしたそのうちのライブのご参加ぜひですねマリケーさんお待ちしております本当ね、あのリアルな体験談でね、参考になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね まとめをししていきままょうまずジップエアに関してですけども非常にねリーズナブルで燃油サーチャージ込みでねあの料金だとだから韓国だってもう往復してどうですか多分大人1人で3万円下回ってるって計算だと思いますよ今日の、ね、このマリケイさんのケースもお子さんのね料金ものことも考えても多分3万円を切るような価格でね購入をしたとほぼ 一致しているかと思いますね一方でデメリットは予約の変更だとか払い戻しがあのできないということになりますのでえご注意をくださいあとねあの荷物の預け入れだとかもこれオプションになりますからその分も加味してあの航空チケットのね 手配ををししてていいいくく選択をしていくととうことですよね。はい、そして日本入国に関しては10月の最新の時点ではファストトラックが登録できていさえすればまあスムーズと言っていいでしょうそして韓国へお戻りの際もですね韓国入国に関しても急行動をあらかじめ登録しておくと健康状態を申告しておくとあのまあ他のですね入国ルールはもうほぼ撤廃されていますのでこの点もスムーズと 言っていいかと思います。 それで、日本に一時帰国される方向けの保険、なかなかね、これ選択肢迷うところだと思いますが、一つ、東京おもてなしポリシー、これ東京海上日動のね、提供しているものが良さそうということでご紹介をさせてもらいました。日本に入国をしたての1日目に、日本に入った後に契約してもこれ全然問題ないと OK ということですので、ご参考になってみてください。ということで、本日はですね、 ジップエアを使った、まあ、リーズナブルな方かと思います。実際の体験談を、えーね、お伝えをいただきましたけども、直近でね、また11月に日本入国の準備プロセスが どうやら変わるようですので、こちらについてのね、最新動向も動画化をしております。また、あの、おそらくデジタル庁からね、随時アップデートかかると思うので、えー、このあたりはね、えっ、ー、と、新情報が出たら本チャンネルで皆さんにね、レポートを試みたいなと思いますけども、これね、ご参考になってみてください。あとは、海外在住の皆さんですね、えー、久々に日本に帰った時に、 あのこれはね購入をお気をつけというポイント j r パスだとかこれもねリーズナブルな切符ですけどもあの購入条件がね絞られていますのでこれ動画化をさせてもらってますそしてえ全国旅行支援なるあの最大40%オフでこれ地域クーポンだとか組み合わせると あのほとんどね、ホテルが無料で泊まれちゃうみたいなね、やり方もありますけども、これ、最大の落とし穴ですね、住居が日本に登録されてないと、あの使えないということになりますので、このあたりについてもお気をつけポイントですね、動画化をさせてもらってます。久々の日本入り計画をされている方は、ぜひですね、チャンネル登録をして、また次回の動画をお待ちいただければと思います。それでは マリー K さんですね非常に詳細なレポートありがとうございましたこんな感じで皆さんからの渡航の体験談ですねお寄せいただければあの動画にしてご紹介をできればと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした